第三十六回二千二十四年社会福祉士国家試験対策超合理的合格法二千二十四皆さんこんにちは東京リーガルマインド担当講師の実方鉄平です簡単に自己紹介をいたします私は皆さんと同じように社会福祉士の資格を試験で 合格し社会福祉士として社会福祉法人で勤務していました現在では東京リーガルマインドで社会福祉士合格講座を担当したり専門学校で授業をしたりしています私の経験をわかりやすく皆様にお伝えできればと思っておりますのでよろしくお願いいたしますそれでは早速ガイダンスを始めていきたいと思います 本動画をご視聴いただくにあたりまして画面に出している資料の方をですねお手元にご用意いただければと思いますそれでは第一章からテキスト順番に見ていきたいと思います第一章社会福祉試験の分析適応知るということでやってまいりますまずは第1節合格率合格点についてですテキスト一ページをご覧ください はい、えー、では、えー、1ページ画面に出しました、えー、まずはですね、えー、社会福祉試験の概要というものをつかんでおきましょうで、えー、最後でまたお話しするんですけども、えー、今回の第36回試験他の、えー、回とは違う事情があります、えー、こちらですね第36回試験では合格者数の駆け込み増が期待できるなぜかというと その次の37回から試験カリキュラムが変更されて難易度が高くなるからなんですね。はいえー、なので、えー、現時点ではですねこの36回が重要なんだというイメージをお持ちいただければと思います。はいえー、そしてですね えー、合格率合格点のお話です。えー、こちらの方にですね、えー、過去の4回の試験の、えー、合格者数であるとか合格率などのデータが出ております。えー、これを表は皆さんの方でお読みいただくとして、はい、重要なのはじゃあこのデータから何が分かるのということですね、えー。下の方の分析です、はいでえー。トータルの合格率のお話をしますと年度によって、えー、差があるんですけども。 大体合格率が30%台なんですね、はい。そういった意味では社会福祉試験は難しい試験なんです。ただその分、えー、社会的に価値のあるです、ねえー、資格なんだっていうことが分かるわけですね。で一方合格点です、はい。これも年度によって違うんですけれども、えー、90点台で推移することが多い、えー、わけですね。で、えー、最高が105点と。 という、えー、状況でしたはい、えー。年度によって違うんですけども、えー、この最高点が105点というところから逆算するとですね、えー、社会福祉試験は、えー、150問出演されますので、えー、45問は間違えてもいいということがわかりますはい、えー。なのでまとめると社会福祉試験は合格率はそんなに高くないけれども求められる得点はそれほど高くないということなんですね はい、こういったことを前提に試験に臨んでいきましょうということになります、えー。で、これらから分かることは、はいえー、合格するにはテクニックが必要なんだということですね、はいえー。まとめましたので画面をご覧ください。えー、先ほどお話したことがですね、えー、ありますけども、えー、繰り返します。えー、決しして簡単な試験ででありません難しいですただ えー、求められる得点はそんなに高くないわけですね3分の2、えー、取れていれば合格ラインだという試験ですなのでポイントを抑えたメリハリのある合理的な勉強が必要になるんだということですねそれでは出題形式についてお話ししたいと思います2ページをご覧くださいはい、えー、2ページです、えー、実際に、えー、試験問題が2台出ているんですけれども これは皆様の方で詳しく見ていただければと思うんですけども、えー、見ていただきたい、えー、注目していただきたいところですねちょっと線引いていきますねはい、えー、ちょっと画面ずらしましたけど、えー、何を答えなければいけないのかって言った時に、えー、上の方の第33回問題91は正しいものを一つ選びなさいとで31回の問題92は正しいものを、えー、適切なものをですね2つ選びなさいと聞いているわけですね はい、要点まとめるとこうなります社会福祉士の150問の問題は基本的に5つの選択肢から正しいものを1つもしくは2つ選ぶというスタイルになっています他の試験に比べるとですね、はいえー、安心してください実は、えー、簡単な出題形式なんですね、はいえー、特に2つ選ぶ方は楽ですよねあの 五個中一個なのか五個中二個なのかって言ったら二個選ぶ方が楽に決まっているっていうことです。はい。なのでテキストでも二個選べばいいっていうのはえ戸惑う必要はないよ喜ぶべきものだよっていうことを言ってるわけですね。はいということでえ要点画面に出しました。 社会福祉試験は5者択一もしくは5者択二というスタイルで回答していきます2つ選ぶっていうのは簡単だよということですねはい、えー、理解しておきましょうでは、えー、ページ3ページに進みます出題科目と出題数について見ていきましょうはい、えー、画面3ページです でではですね、150問、えー、出題するとありましたけども、えー、どんな科目があるんですか何問出るんですかというその細かい内訳ですね、えー、見ていきたいと思います。えー、社会福祉士の試験は1日かけてですね、午前午後に分かれて受験をしていきます。で、えー、150問は、えー、19科目に分かれているわけですね。はいえー、画面ずらして、えー、午後の方も出ておりますけども。はいえー 表の細かいところは皆さん見ていただきたいんですけどもお伝えしたいのは150問これは先ほど言いました科目はなんと19科目もあるんだよってことですはい非常に広い範囲出題されるというのが社会福祉士の試験ですただここがとても重要です科目ごとにばらつきがありますはい どういうことなのかというとたくさん出題されている科目とそうじゃない科目随分、えー、と差があるんですよっていうことです。えー、細かい話は後で、えー、ですね次のところでお話しますけれども、はい、例えば21問、えー、150問中21問も出る科目があるわけですね。それが相談援助の理論と方法だったりするんですけども反面 えー、4問しか出ない問題もあったりするわけですね。それが厚生保護制度と就労支援サービスなんですけども、はい、えー、均等に出題されるわけじゃなくて、えー、差があるんだっていうことです。はい、えー、このあたりの、えー、特徴的な出題傾向が合理的勉強法の、えー、ところに繋がってくるわけですね。はい、要は、えー、均等に時間と労力を割くよりも、えー 工夫してメリハリつけた勉強法の方が合格に近づくんだっていうことです。はい、画面ご覧ください。えー、まとめですね、えー。科目も出題数も非常に多いんだけれども、えー、たくさん出題される科目と少ない科目もあるわけです。なのでテクニックや合理的な勉強方法が重要になってくるわけですね。それでは第四節。 本ガイダンスの肝ですね超合理的勉強方法についてお話をしていきたいと思いますテキストは4ページですはい、えー、本ガイダンスの肝とお話しましたけれどもここで取り扱うのはいわゆる合格のテクニックについてだっていうことです、えー、先ほどお話しました通り、えー、均等に、えー、順番に教科書通りにやって いると、えー、なかなか、えー、限られた時間の中で難しいいかと思います、えー、多くの方はですね、えー、学業なりですね、えー、仕事なりがあるかと思うんですけれども、はい、メリハリをつけていくためにはいくつかの、えー、視点から、えー、絞ってですね勉強を考えていこうということになりますはい、えー、でいくつかのポイントの1つ目ですね出題数の多い科目を狙っていこうよっていうことになりますはい でこれ先ほど触れましたけれども、えー、150問中21問も出題される、えー、科目14相談援助の理論と方法、はいえー、これはもう抑えたいですよねそして関連するところとして、えー、科目13相談援助の基盤と専門職というのがあります、はいえー、いわゆる相談援助ソーシャルワーク関連の科目です で社会福祉士は相談援助が、えー、業務の資格ですよね、はい、業務に直結するわけです、えー、非常に重要なわけですね、えー、150問中、えー、28問も出てきます、はい、要はこの2科目を抑えると、えー、全体の2割の勉強ができちゃうわけですよね、はい、最も力を入れて、えー、勉強すべきだということですね はい、あとは出題数の多い科目、えー、次いで多いのが、えー、3科目ありますこの3科目は10問出てくるわけですねそうすると、えー、相談援助関連2科目と、えー、今線を引いた3科目で、えー、58問全体の4割近くがですね、えー、カバーできるわけですね、えー、ここは優先しようっていうことになりますで反面ですね4問しか出てこない 就労支援サービスと構成保護はとりあえずですね、えー、脇に置いといていいんだよということになるわけですね。はい、えー、次の視点です、えー。得点しやすい科目を狙っていこうとなります。で、えー、結論から申し上げるとですね、狙うのは事例問題です。はいえー、下の方に書いてありますけど、 試験問題の二割程度は事例問題です。これいろいろな科目で事例問題出てくるんですけども、その中でも特に先ほども出てきた相談援助二科目の事例問題これが多く出題されます。はい。で、事例問題っていうのは事例の要は問題文の中にヒントが隠されてるんですね。なので得点源になりやすいんです。 なので事例は落とさないように心がけた方がいいし、えー、特に科目1314は数も多いし事例も多いわけですから、えー、なおのことを力を入れて勉強すべきだっていうことですね。えー、続けて、えー、理解しやすい科目を押さえていただきたい。 わけです、ねえー、何でかっていうと19科目ある中でですね、えー、実践に結びついているので分かりやすい科目だとかあとは出題傾向、ね、がはっきりしていてとっつきやすい科目、えー、残念ながら逆のそうではない科目っていうのがあるわけですね。で理解しやすい科目として、えー、科目5や6ですねこれは出題数も多いっていうのが分かってるわけですけれども。 あとは、えー、科目9なんかもですね、えー、出題傾向から、えー、取り組みやすいというのがあったりします。はいえー、っと科目9は反面理解しにくい科目としては、えー、科目1819であるとか、えーまあ、就労支援サービス構成保護、えー、出題数も少ないよねなんて出てきましたけども。 はい、あとはこういった科目1、えー、科目2なんかは、えー、難しい内容に触れていることがあるのでなかなか、えー、理解しにくかったりもします、はい。あとは実践というよりかは周辺知識ですねそういったところに、えー、なるような科目これは理解なかなか難しいかと思います。はいえー、そしてですね各科目ごとの合格に必要な特典ですね この辺りを考えていきたいんですねこれがが超合理的勉強方法につながります。社会福祉試験は150問に対して、えー、合計100問を正解的に勉強していくのが大きなゴールなわけですね。はい ゴールを定めて勉強すするでこれ大切なんですよ150点満点を目指す勉強と確実に100点を取る勉強っていうのは全然違うわけですよね。皆さんが目指すのは合格点を確実に取る勉強方法です満点を目指す必要はないだからメリハリ効かせようということを言ってるわけですね。でそのメリハリハす、はい 繰り返し出てきた得点しやすい科目、出題数の多い科目っていうのはもうはっきりしてますよね。これらの科目は8割以上を得点しましょうと。はい。で、反面ですね。得点がなかなかしにくい科目、そもそも出題数が少ない科目っていうのを傾向として明らかです。こういった科目は0点を取ってはいけないんですけれども、 えー、半分ぐらい取れれば上場というところまではやはり勉強する必要があるわけですね。でなんで0点ダメなのかっていうと1点も得点できてない科目があると社会福祉士はですね、えー、トータルで合格点に達していても合格できないわけです。えー、切られちゃうわけですね。はい、なので全ての科目から得点を取りかつ取りやすいところから重点的に取って、えー 合理的に、えー、取っていくこれが超合理的な勉強方法になりますで具体的な対策って何ですかっていうと毎年必ず出題される問題を集中して勉強していきましょうということですね はい、えー、8ページですで例えば、科目19、構成保護の例で出てますけども、科目ごとでこうやって、出題傾向の分析がされてますで例えば構成保護について言うと、もう毎年必ず出てくるテーマと、えー、出てこない年もある、えー、ですね出題があまりされないテーマというのが、えー、はっきりしてるっていうのがお分かりになりますよね。 で 4, 4問出てくる科目で2点取れれば OK な科目なわけですよ。そうするともう毎年出てくるテーマがはっきりしているのでここだけ集中してあとはもう仕方ないねで、えー、割り切るということができるわけですね。ここうううやっっててて見通しししを持って勉強いいきましょうということになります、はい、なので力を入れて勉強する科目と合格に必要な、えー、目標点を 見定めていきましょうということになるわけですね。これが合理的な勉強法だということです。はい。で、その超合理的勉強法のまとめ、９ページに示しております。上に書かれている科目が取り組む優先順位の高い科目です。ランクっていう表示で出ておりますけれども、トリプル A が最も重要、必ず力を入れて勉強すべき科目。 なわけですねで一番下が、えー、ランク C 力を入れないで勉強するただ0点だと、えー、落ちてしまうから半分程度は取りましょうっていうい科目ですね、はいえー、こうやってですね、えー、目標を定めてですね、えー、限られた時間と労力を、えー、有効に、えー、効率的に、えー、使っていくというところを目指していきましょう。はいということで超合理的合格法を、えー、まとめましたのでご覧ください。 えー、ポイントは2つですねまず1つ目は多く出る科目に力を入れましょう、はい、相談援助2科目で、えー、28問出ますよと10問出題科目で30問出ますよと、はいえー、効率的に、えー、得点しやすいところを狙っていくで理解しやすい科目、はいえー、相談援助っていうのはあらゆる意味で、えー、優先すべきなんですけどもなんでかっていうとすぐ仕事で使うし内容も分かりやすいわけですね。逆に周辺知識だとか、えー 制度面の科目っていうのはなかなか皆さん取り組みにくいわけですよねはい。なので、えー、頭に入ってきやすい、えー、業務に直結する分かりやすい科目を重点的に狙っていこうという話になりますここからは第二章です具体的勉強法について見ていきましょう、えー、第一節勉強する科目の順序、えー、テキスト10ページご覧ください はい、十、えー、ページです。科目の、えー、勉強する順序っていうところですね。これは先ほど九ページでお示しした表に準拠するのが一番です。はい、どういうことかというとですね、得点しやすい順に勉強してくださいということですね。はい、えー、試験問題で出てくる順番ではなくて、九、えー、ページの表に準拠して上から順番に取り組んでいこう。 ということですねはい、えー、まとめるとこういう感じになります、えー、試験に出題される順番ではなくて出題数の多い重要度の高いところから行きましょうとなりますで、例として相談援助2科目ですねえー、繰り返します重要です、えー、この2科目で28問、えー、締めるわけですねそして得点を取りやすい科目なんですと、えー、勉強しない理由はないですよねまずはここをぎゅっと押さえましょう 続けて2段階勉強法についてお話をしていきますはい引き続き10ページですね、えー、勉強法についてのお話です、えー、勉強を2段階に分けてやっていきましょうということですね、えー、具体的にはどうするのかっていうとまずは一通り、えー、全体的な、えー、内容を理解しておきましょうとこれを指して第一段階の勉強法と言いますで、えー、まあ、言うのは簡単なんですけどもこれって非常に難しいですよね えなのではい、はいえでえ1、ー、人で独学で、えー、膨大なテキストを読み込むっていうのは、えー、読むことも難しいし何が重要なのかもわからなかったりしますよね。えー、動画をご視聴いただくと、えー、ベテランの、えー、講師の皆様がですね要点をギュッと分かりやすく解説してくれるからですね勉強の効率が良くなります。はい で重要なのはここから先です。一通り基本的な知識を入れた後の第二段階の勉強方法ですね。これはすなわち過去問を解きましょうということになります。はい、で過去問はあのネットでも拾うことができるし解説書も市販されてますよね。これらを活用して過去問に触れていくのが重要になりますこれが第二段階の勉強法です。 では、第二節を受けてですね、じゃあ過去問にどのような取り組みをすればいいのかというお話になっていきます。はい、これは国家試験で、ね、必ず出てくる話ですね。過去問にどのように取り組んでいくといいのかっていうところになります。はい、で、まず皆さんに押さえていただきたいのは、なんで過去問を解くの重要なのかっていうと。似たような問題が出てくるからだ。 ということですね全く同じ問題っていうのは出てきませんけれども似たような問題が出てきます、えー、じゃあ似たような問題って何なのっていう話ですねはい、えー、11ページご覧ください似たような問題っていうのはここですね、はい、問題の整合を判断する規範基準が同じ問題のことを言いますまあ具体的に言うと同じテーマを取り扱っている問題、えー、正解を導く 正解を答えるために求められている考え方が同じ問題そういったところをですねで例として2つ問題が出てますんで皆様の方でお読みいただければと思います画面ご覧くださいまとめておりますけれども過去に出題された問題似たような問題よく出てくるよ何でかっていうと 国家資格をですね取得する、えー、いわゆる専門職として一定の知識と技術を認められることになるわけなんですけれども、一定の知識や技術が求められるわけで、で、えー、そこの基準が、えー、やっぱり一定である必要があるんですよね。あの、毎年、えー、難易度が変わってしまうだとか、違う尺度で考えないと解けないとかですね、それだと、ねあの、質が、えー、整わないわけです。なので、同じレベル、似たような問題、えー 根拠となる考え方や、えー、基準が同じ問題を繰り返し出す必要があるわけですね。はい。ちゃんと意図があって同じような問題を出してる。えー、似たような問題を出してるんだっていうことです。続けて、具体的勉強法についてお話をしていきます。はい、12ページです。えー、具体的な勉強法をですね、えー、見ていきたい、えー、と思います。はい。え過去問を取り組むときにですね、えー 解いた後が、えー、ポイントになってきます。はい、正解してても間違っててもいいんですけども、えー、解いて解説を読んだ後は、えー、テキストの中に、えー、その部分を探し出してチェックしたりマークをつけたりして、えー、そこを重点的に覚えてくださいということですね。はい、えー その選択肢の根拠となる文章がテキストの中に書かれておりますそこを探し出しし出ててチェックしてくださいとなるわけですね、はい、でこれを繰り返していくとですねあの何回も、えー、書き込みをする何回も見る、えー、ボロボロのページが出てくるわけですね。でそうやって繰り返し見ている何回もチェック入れてるところが、えー、確実な得点につながる重要度の高いところなわけですね。 でえー、これを独学でやると膨大な時間と労力がかかるわけですね。そこで「東京リーガルマインド」のテキストです、はいえー。テキストの中でですねあらかじめ出題実績の部分を分かりやすくしてるんですね。はいえー、なので、えー、受講されてる皆様はテキストの、えー、出題実績のある部分ですねそこをまず力を入れて読んでいけばいいということになります。はい、ということでですね、えー、テキストの見本 えー、13ページに出ております、えー、ちょっと下の方を移しますね。はい。枠で囲まれてる部分があると分かりますよね。ここが実際に出題されたところですよ。そして、いついつの試験に出ましたよ。えー、ここを今囲った第一次成長と第2次成長は2回出題実績があるよということですね。ということは重点的に覚えた方がいいなっていうのが一発で分かりますよね。はい、このような形で 出題実績重点的に覚えるべき部分がはっきりしているわけですね皆様の効率的な学習にお役に立つと思いますそして14ページですねこちら図表が出てますよねはい。このような図表も東京リーガルマインドのテキスト多く出ております情報を整理して ですね。まとめて覚えるのに非常に有効ですぜひこういった図表もですね、読み込んで効率的な学習につなげていただきたいと思いますはい。ということで超合理的合格法のポイントですね出題実績がテキストに書かれておりますのでこちらを重点的に勉強していただきたいということです続けて問題の選択についてお話をしたいと思います はいということでテキスト15ページですね。はい、えー、ここはですね、メリハリをつけましょうということで、えー、再度出演されない問題がありますよ。えー、そういったところは、えー、東京リガルマインドのテキスト、記述はしておりません。はい、えー、試験問題ですね、えー。毎年出る重要テーマといわゆる時事ネタ、もしくは単発的に出てくるネタですね。そういったものがあります。なので、えー、出題実績の低いものというのは、 えー、出題、えー、されてないところはテキストに記載がありません。なんでかっていうと今後出てこない可能性が高いから、えー、無駄な労力につながるわけですね。はい、そういった、えー、メリハリを聞かせておりますので、えー、東京リーガルマインドのテキストを読みいただくと無駄な勉強をしないようになっております。はい、まとめますと。えー 超合理的勉強法ととして過去問をとにかく解く解そしてテキストの該当箇所を探して線を引いて強調して覚える周辺も読み込むこれを繰り返すことで合格につながるわけですね。続けて基本基礎が大事の具体的意味についてお話をします。 基本基礎って何なのかなっていうお話なんですけども試験によく出題される問題ですよと、えー、考えてください。で、えー、大事ってどういうことなのかっていうとですね、はいえー、このようなよく出る問題を短い時間で正解することによって皆さんの合格の可能性を高めていく必要があるんだよっていうことですね。なかっていうとう、えー 事例問題に時間をかけたいからですねあとは見直しに余裕を持って時間を当てたいあとは難しい問題というのもありますからそういったところに余裕を持って時間を当てたいなのでよく出てくる分かりやすい問題というのはもういかに短く解くかですねこういったところに意識していただきたいわけですねそうすると 合格に近づくわけですねで。そのためには基本的な問題を繰り返し繰り返し勉強しても叩き込んでおくということが大切になってきます。最後に三十六回試験での合格の重要性についてお話をしたいと思います。はい、冒頭お話したところではありますけれども、社会福祉試験第三十七回からカリキュラム変更に伴い出題内容が変わってきます。このことによって 試験内容が37回以降難しくなることが予想されます言い方を変えると今までの勉強方法が通用しなくなってくる可能性があるわけですね。なので制度が変わる前のこの36回で合格を是非つかみ取っていただきたいと思うわけですね。 はいでえー、と見込みであるんですけども、えー、合格者数36回多く出てくるんじゃないかという予測がされておりますいわゆる駆け込み像ですねそういった意味では、えー、36回の試験というのは大きなチャンスなわけですね。皆さんもぜひ合格目指して36回の合格目指して社会福祉試験勉強を始めていただきたいと思いますこれでガイダンスを終わります。